消える球は打てない。同じチームでよかった。三振。全くタイミング合いません。あ、変化球三振。最後は得意のシンカー。ホームベースの直前、そのボールはバッターの視界から忽然と消える。これこそが清原も感嘆した伝説の魔球、元西武ライオンズ塩崎哲也のシンカー。数あるリアル魔球の中でもその性質はとても珍しい。オーバースローで投げてシュートになる球をですね、サイドスローで投げると、これはトップスピンになって落ちる球になる。これが元々のシンカーだと思います。直球がバックスピンをして上向きの力を得るのに対して、今度は逆にトップスピン、上から下へ回るとですね、今度は空気の力はですね、下向きに働くんですね。でそうすることで、より落ちる。伝説の魔球が一夜限りの復活。果たして南原は何を見たのか。おわざわざすみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は16番、はい、はい、ちょっと枠には何も言ってないんですけど無断で現役時代に、はい、投げるということでね、はい、はい、じゃあすみません、握りからこっちの縫い目に沿って僕は人差し指をかけるんです。こうですね、この山ですね、山の、はい、内側ってことですね、はい、はい、でそれに沿って中指もかけるんです。あのどちらかというと、はい、腹じゃなくて、はい、こっち外、外っていうんですか、中っていうんですか、あ、ここを、はい、ここですね、ここをボールにかけるように。普通はこっち側ですよね、かけるんです、イメージが、はい、この小指側の方ですね、小指側の側面ですね、あの、こういう感じです、だから、あ、こういう感じです、はい、ああ、はい、水槽もすでにですよね。それでこう立てるってことですね、こうじゃなくて、はい、立てるっていう、ちょっと、はい、こういう感じで、はい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 、それでこの薬指が邪魔になるんで薬指をどけてしまうってやつですね。これが伝説のリアル魔球、シンカーの握り。こういう感じですかね。ほら、素人教えるの難しいでしょ。え、あ、ここ縫い目当たってますよ。ここ。あ、そこまで開かないですね。じゃあこのぐらいですね。それでもっと深く握ってほしいんですよ。ピタッと。はい。あ、結構ここまでぴったりつくぐらいの。あ、すごい。ちょっと見てください。こんな感じですよ。ははは。そうなんだ。こちらのカメラにしてもらっていいですか。なんすかこれ。でここだけ見たらこう、こことここで挟んでるように思うんですけど、結局は薬指の上に乗ってるだけなんですよ。ああ。え、ということは力は挟んではないんです。グラグラどうですか。投げる瞬間っていうのはもうここだけにかかってくるんで。非常に珍しい握りからホームベース右方向へと落ちていく進化。高校時代にマスターしたという塩崎だが。その動機は意外なものだった。僕カーブなんですよね。カーブが大きく投げれるピッチャーだったんです、はい、でカーブはこういう大きな軌道を描くその反対の球を投げたくて。反対あのこう落ちますよね。こう右ピッチャーが投げたら左に落ちながら行くボールを、今度は右に曲がりながら落ちるボールを投げたいと。普通右に投げたらこういうふうに落ちますよね、はい、それがこういうふうに落ちるんですか。こういうふうに落ちる球を投げたいと。最初にあの握りを決めて、変化さすんじゃなくて軌道を決めて、で最後に握りに行き着いたっていう逆なんですよ。でこういう球を投げたいからカーブの全く逆の握りをしようと。発想自体が魔球ですよね。魔球ですね。普通握りを考えてあるんですけども、こう手首のこの角度もですね、カーブは普通、はい、ちょっと巻き込むように投げるんですけど、はい、そしたらその反対の軌道を描くには、じゃあこっちへこう巻き込むんじゃなくて外へ巻き込もうと。うわ、こういう普
これそう、すごく、思わないすごく窮屈ですよこれ思わないですよね。真似しても窮屈だもん、なんか変ですよ、手羽先状態ですよ気持ちが。引退以来久々の本格的ピッチングとなる塩崎、まずは南原を相手に肩慣らしから。じゃあ、ちょっと軽くでいいので、ちょっとシンカーとかちょっと軽く投げてもらってもいいですか。ちょっと待って待って、いやそんな変化しませんから大丈夫です。あ、わかりました。じゃあカメラさん危ないですよ、これ避けよう。おっ、これ避けよう。おっ、落ちるね。いや、いいですね。いや、普通フォークの落ち方と違いますね、はい。じゃあ、それでは今度なんちゃんがシンカー投げてみますんで、はい、この人何言ってんのそんな感じですね。これだけで指が痛い、はいはい、じゃあ行きます、はい、シンカーどうですか、難しいですか。難しいですよね。無理無理。いや、無理ですよね。あそこに届かないですよ。ですよね。無理。伝説のシンカーを分析するため、今回我々は1秒間に1000コマの撮影ができるハイスピードカメラを用意。一方南原は完全防備を施し、魔球をその目に焼き付ける。じゃあそれでまっすぐからお願いします。うわ、見れないわ。ナイスボール。ナイスボール。そんなにそんなに進化を、いやいや進化を、これがハイスピードカメラで捉えたリリースの瞬間。指の間からボールが離れトップスピンがかかっている。こっから落ちる。おお、綺麗に回転してますよ、ここ。ですよね、翔太さん言われる通りですよね。そしていよいよカメラの位置を移動し、魔球の回転を確かめてみることに。そこで我々は想像もしていなかったとんでもない映像を目撃する。これはどんな回転だ、これ。もう一回見てみます。ジャイロ、ジャイロですよね。ちょっとジャイロっぽかった。ジャイロっぽかった。あれ？途中から変わりますね。はい、途中から変わりますね。なんか出だしのところは確かに、確かにこう上からこう切ってるようなイメージはあるんですけど、はいはい。前回の放送で紹介した松坂大輔が投げるとされるジャイロボール、進行方向を軸に回転し、空気の力はほとんど作用しない。特殊なマシンを使い、その球質を再現した映像がこちらだが、塩崎が投げた進化も確かに似たような回転を見せている。痛いでしょこれ。意外な展開にこの人も。これ大発見じゃないですか。ここまでは塩崎さんイメージですよね。ここまではこう縦回転でね。そうですよね。でも途中からなんか変な回転になってるんですよね。途中からどうですか。ちょっとイメージしてたのとやっぱり全然違いますね。全然違いますか。全然違いました。イメージはもうそのまんまこの回転で、もう僕はもう真っ縦回転で落としてるっていうような感じだったんですけどね。偶然性を排すためその後も撮影を続行。しかし何度映像を確かめても回転の特性は変わらなかった。僕らはあくまでもシンカーをちょっと見てみようと思ったんですけども、途中から塩崎さんがイメージと違う投げ方。いや、ちょっと意外でした僕の中では。海渡ってメジャーでやるって気持ちじゃないもうとうございませんいや、すごい。これね、まだいまいち分かりづらいでしょ、うん、はい、ね、でも途中からうん、変わるんですよ回転が。なんかこう赤い縫い目をよく見てると何かちょっと変わってる感じがします。西武の皆さん、みんなあれこれジャイロ、ジャイロ系だなってことで、はい、調べてもらいたいんですよ僕どうなのか。そうです。実際に映像を先ほど登場した姫野博士に分析していただきました。ご覧ください。
そうそう、うん、ちょっとこれは見ないとわからない。ジャイロとトップスピンのちょうど、まあ、中間的なボールじゃないかと思いますね。若干トップスピンをしているようにも見えるし、ジャイロ回転をしているようにも見えるっていう、多分それは そういうことはなくて、あの回転軸は、野球のボールの場合途中で変わることないので、あの若干カメラの、 あの方向が変わっているんで、そのせいであの見え方が変わっているだけだと思います。まあ、ここでリリースすればトップスピンなんですけど、あのもっと前でリリースしているので、こういうあのジャイロ回転の成分があの強く出てるっていう感じですね。ですからここでリリースするとトップスピンで、もう少し遅くなるとジャイロ回転になるって言ってますけどね、はい、もう横で見てたらね、うん、明らかに途中でグッとこう抽出変わるんですよ、うん、そこら辺りで回転が僕は変わってるように見えましたよ。生さん一番近くで見てるんですよね。でみんなだって西武のそうそうたるメンバーもあれっていう現場はまだこれから使える。そうです、魔球は現場にあるんですよ。いやでもあの進化もそうですけど、はい、アニメの魔球がだから本当に現実にたくさんあるってことですよね。そうなんですよ。こうやってね、うん、ハイスピードカメラで見たら、うん、もっとおかしいのいっぱい出てきますよ。そうか、あの投げ方もすごかったですね。投げる瞬間の どうなってんだろうあれ、はい、この指の柔らかい人が、うん、あの 球を投げやすいって言ってました。ピタッてはまってますね。だからジャイロ系投げたかったら、はい、ちょっと自分の指をね見てみてください、はい、ちょっと広げて柔らかく、はい。